こんにちは。皆さん元気ですか？名古屋校からお送りするマルバサッカースクールコーチの1対1対決、説明です。オフェンスディフェンス通れるのは斜め前、順番にオフェンスとディフェンスをやって3点先取した方が勝ちで、今日は行きたいと思いますのでよろしくお願いします。最初はグー、じゃんけんぽい。ディフェンス、じゃあ攻撃から。はい。これで岡本コーチが入れたらサドンです。青井コーチが止めたら青井コーチの勝ちです。では行っていきます。
はい、期待値対決、鎌田コーチと青井コーチの期待値対決パートは引き分けです。はい、引き分けでした。なのでちょっと、またですね、今回やったのもスクールの形の1対1ですが、別の形で今度パート2をやりたいと思いますので、交互ご期待ということで、本日はご視聴ありがとうございました。